私が本日司会を務めさせていただきます稲本由香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと待って、ちょっと待って。皆様、先ほどの電話が、おじさんがいないなっていう話で電話されました。そうだね、びっくりして泣き出す子供もいるほどのインパクトで、今回のスマートイルミネーション2015始まりました。では、主催者を代表いたしまして、スマートイルミネーション横浜実行委員長三好直之よりご挨拶を申し上げます。三好よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。スマートイノベーション横浜、実行委員長をご接しております三好と申します。よろしくお願いします。今年で、第5回を迎えますとスマートイノベーション横浜、先ほど司会の山本さんからお話しいただきましたように、今年はなかなか華やかな京太さんの演出ですね、すごいエンターテインメント性の高いオープニングだったと思います。来年はぜひなくてもないような演出なんでしょう。でも毎年こう楽しいイベントに非常に皆様方のお力添えの賜物と思っております。昨年東アジア文化都市の関連の事業として行っておりまして、今年1年を経てですね、今年からまた新たなスタートを切ろうということで、そのトークサロンというのをこういくつかやってまいりました。アーティストの方々とか参加の、企業の方とかいろんな方々のご意見をもらいながら今後どういうふうに展開していくかという議論をしてまいって、今日に至ったわけです。今回のイベントではですね、そういったトークサロンの中で出来上がった企業の照明器具のメーカーの方々とですね、アーティストの方のコラボレーションによってできた作品もたくさんあります。また今年もですね、30を超えるチームがコンペティションに応募していただきました。非常にみんなで作っていく楽しい光のイベントということで、どんどん変わってきているなというふうに感じております。本当にありがとうございました。その今年はですね、また、後ほどまたご挨拶いただけるかもしれませんが、いろんな企業の方にもご協賛をいただきまして、これをですね、市民の皆さん、企業の皆さんと一緒に作る、イベントとしても、世界の演出としても、作っていくことができたというふうに思っております。本日から5日間ですね、楽しいイベントにしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。なお、このスマートイノベーション5回目になるんですけども、一番最初からですね、5回連続出て、ご協力いただいたアーティストの方はですね、先ほどからちょっとお言葉出ました高橋京太さんでありますし、それから、草川純一さんですね、この2人がずっとご協力をですね、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは5日間皆さん楽しんでいただきたいと思います。また来られている方々ともですね、交流も深めていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。